こんにちは。カサライフのカサジマです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日の夕食をご紹介します。切り干し大根しっかりもみ洗いして、今少し水に漬け戻しています。知り合いにいただいたんですよ。琉球のタレ、大分海鮮漬け、ご当地グルメとかいうの。まあ、これ海鮮漬けって書いてあるんですけど、その方は鶏肉に漬け込んで焼くとめちゃくちゃ美味しい焼き鳥になると言っていたので、今日は鶏肉を冷凍、パルのね、パルシステムの鶏肉が冷凍してあったのを解凍して、そしてこの琉球のタレに漬け込んで焼いてみようと思います。里芋があるので、これも煮っころがしにします。最近電子レンジでチンしてから煮っころがしにするのにハマっています。とても楽でいい。なんかすごい最近気がついたんですよ。もう古い電子レンジなんだけど、ゆで物根菜っていうやつ、ここに葉っぱと根菜があって、なので私、これね、里芋、これでね、茹でることに、茹でるっていうか電子レンジでチンするのにすっかりハマっています。この間野菜室は整理したので、こんな野菜しかないんだけど、これ、セロリがあるので、カブとキュウリと漬け込むと焦げそうだったので、とりあえず何もつけずに鶏肉を大きいままドカンと焼いております。表裏しっかりと焦げ目をつけて、特に皮の方はパリパリになるまでしっかり焼いて、それから先ほどのタレをつけようと思って焼いています。煮っころがしもできました。美味しそうです。今から切り干し大根の煮つけを作っていきます。子供の頃はこの切り干し大根の煮つけは嫌いで、ハリハリ漬けの方が好きで、おばあちゃんにどうしてハリハリ漬けをたくさん作ってくれないのって言っていました。でも今はすごいこの切り干し大根の煮つけも大好きになりました。不思議ですよね。でも子供の時から食べていた味です。とりあえず鷹の爪を入れて、サラダオイルを入れて、あら、こぼした切り干し大根を炒めます。あとお揚げと、まずちょっと最初に私は炒めてから作ります。洗ってから漬け込んだ戻し汁なので、味が出ているのでこれも使います。ここにだしも入れたり、あとお砂糖と醤油とお酒で煮ていきます。いつも小豆島のだしが気に入っています。知り合いにとても安く取り寄せてもらっています。砂糖を入れて、お酒も入れます。最後にお醤油を入れて煮ていきます。汁気がなくなるまで煮詰めてしまいます。
煮えるまで切り干し大根をこぼしていることは全く気がついていません。今ナレーションで入れていて、あら、まだずっとこぼれてるなと思っています。後で撮ると思います。煮えた後に気がつくでしょう。鶏肉ずっとゆっくり焼いています。このね、鶏肉を丸ごととにかくゆっくりゆっくり焼くのが私は結構好きです。お腹まで火は完全に通って、それでもまだ焼くぐらいの勢いでよーく焼くのが好きです。切り干し大根でハリハリ漬けをつけています。切り昆布を多めに入れて、そして先ほどの戻し汁とお醤油を入れるだけで、今日は食べないんですけど明日食べます。このハリハリ漬けもすごく美味しくて私は好きです。うちで使っている醤油は福井県のお醤油で、少し甘いんですよね、一般のお醤油より。なのでもう味がこれで整います。とても美味しいお漬物みたいになります。ちょっと多めに戻し汁もこの後少し足すと思いますね。それで冷蔵庫でゆっくり味を染み込ませて、昆布もふやけて明日はとっても美味しくなります。切り干し大根はひたすら煮て、この煮汁を全部蒸発させてしまいます。そしたら出来上がりです。出来上がった煮っころがしに冷凍してあった柚子の皮を入れました。ちょっと粗いね、切り方が。もうほとんど煮汁がなくなったので、これで出来上がりということにします。美味しく煮えました。これ冷めて次の日も私好きなんですよね。オリーブオイルにニンニクを炒めています。ここにサバの水煮缶とトマトの水煮缶を入れます。ニンニクが良い香りになるまで炒めてから、缶詰のサバの水煮缶とトマトも入れてしまいます。もう今日はこれはご飯にのおかずにしてしまいます。でも私これ、まあ、パスタソースで、三男に教えてもらったんですけど、本当に美味しくて、まあ、これちょっと多いのでトマトの缶詰は半分にして、あと残りは冷凍しました。これほんと美味しいんですよね。これに塩をちょっと足して、そして今日はセロリの葉っぱを刻んで上にのせて食べました。もうこれすごい美味しかった。ご飯にのせて、次の日リゾットみたいにしても食べました。まあ、ほんのちょっと鶏肉もあったので、まあ、この日はほとんど少ししか食べなかったんですけど、次の日これは粉チーズをかけてもうリゾットみたいにして食べました。これセロリの葉っぱのせて、もうこれ美味しかった。もう私こういうの大好きです。本当に美味しいです。もっと冷めると切りやすいんですけど、とりあえず熱かったんですよね、これ。で、油をちょっと切って、もう本当はほっとけばよかったんですけど、時間がなかったので熱いのに切ったら、まあちょっと少し厚切りになってしまったんですけど、冷めてから切ると薄く切れてね、結構おしゃれに盛れますね。これにその先ほど最初にご紹介した
海鮮のタレっていうのをかけて食べました。でもね、ちょっとうちのみりんと醤油を煮詰めたやつをかけた方が私としてはちょっと美味しかったような気がします。まあ、今日の夕食です。まあ、もうちょっとサラダみたいなのがあってもよかったんですけど、もう冷蔵庫にはこれしかなかったので、こうやって4品あと漬物出しました。あ、昨日の残りの白菜とくるみのオリーブオイルとバルサミコ酢をかけたものですね。これは残っていたマリネ、ぬか漬けの残りを出しましたね。まあ、こんな感じでこの日の夕食をいただきました。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。